はい、本日はですね、こちらアークテリクスのブレード20をご紹介していきたいなと思います。まあ、今回はリュックの紹介ということになってるんですけど、これも結構有名ですね。街中で結構見るなぁいうことになってて、アークテリクス自体がそもそもリュック結構多いじゃないですか。まあ、以前も紹介したことあるんですけど、まあ、オマンティス26であったりだとか、あとそれ以外にあった何やったっけ、アロー20やったかな。まあ、そんなようなリュックって結構名作であると思うんですけど、このブレード20も結構ね、名作中の名作になってると思うので、まあ、今回ご紹介していこうということになってるんですけども、僕まだ1回も開けてないんです。中身とかどうなってるのか全く知らんけども、まあ、それを一緒に皆さんと見ていければなというふうに思っております。まあ、ちなみに価格がですね、2万5000円の消費税結構するなということになってるんですけども、このリュックはね、あのビジネスマン向けとか、まあ、ちょっと綺麗めな格好される方とかのように作られてるリュックになってるので、まあ、そういった方にはドンピシャ。いや、ちょっとビジネスで使う時のリュックってなんかちょっとカジュアルすぎるんだよねとか、ちょっと子供っぽいんだよね、やだよねみたいな感じになってる人とかやったら、あ、ちょっと大人っぽいのいいじゃんみたいな、これあるじゃんみたいな感じになるんかなというふうに思いますし、なんか標準語めっちゃ気持ち悪かったけど、まあ、そんな大人向けなリュックということになっておりますので、まあ、本日の流れとしては、まあ、僕はほんまに中身まだ見てないので、まあ、皆さんと一緒に、あ、こんなことなってるんですね、あ、こんなとこにポケットあるんですねみたいな話させてもらって、その次には、まあ、一通り見てみて、あ、ちょっとこれ微妙っぽいですよねとか、あ、これちょっと使いにくそうちゃいますみたいな話をしてですね、その次にこれやったらこういう人にはやっぱ向いてますよね、まあ、結局ビジネスマンとかには向いてるんですけどね、まあ、ですよねいう話をして、まあ、おしまいと。で、最後には特典パートで、まあ、本音言っていきたいなというふうに思いますね。まあ、早速も見ていきましょうか。パチン、2万5000円消費税ってことは27,500円、結構するやないかいうことで、まず手前の方、あ、ここにブレード20って書いてあるな、見えますかね、ロゴでね、ロゴっていうか、なんか刺繍でブレード20って黒で書いてますわ。ほんで、まず手前の方から開けていきましょう。ここにまずポケットがあります。あ、結構でかいねんな、このポケット。でしかもこの間にね、ちょっとクッション材じゃないけども、なんかちょっとやっぱ柔らかい感じのやつが入ってるので、中のものがね、保護されそうな感じですよね。でしかも中にはさらにこう小分けにできるようなポケットがあるのかな。あるね、やっぱりあるね。この中にね、小分けにできるようなポケットがありますよと。ただこの柄なんでしょうね、なんかよくわからへん柄になってるけど、この柄は何ということなんですか。まあ、それが一つ目でしょう。で、次のポケットは、ここはえらいスモールポケット作ってくれたよね。ここにちょうどスマホが入るぐらいかな。スマホやったら入る、あ、スマホぴったり入りますね。スマホがちょうど僕 iPhone SE なんですけど、2世代、第2世代のやつね。で、これがぴったり入る。だからもしかしたら大きい iPhone の人は入らんかな、多分入らんな。それ以外にやったら定期とかもいいですよね。家の鍵とかもこうやってクリップあるからパチってやれるし、定期ヒュッてここに入れたりするのもできますよね。まあ、ビジネスマン向けですね。ほんでこれメインのところっていうのが、ガバーッと開けていくと、あ、こんな感じになってんねや、袋入ってばっぽい。ここは PC ケースですね、パソコンとか入れるようになってます。でしかもクッションとかもこれ入ってるし、でこっちの背中の方にもあの板が入ってるので保護されてますね、ちゃんと。で、ここには書類とか入れるのかな、こんな書類入れるのかな、それとも本でも入れるのかな、わからないですが、あ、もう一個隠しチャックがあったな。ここのチャックは、あ、なんかこう出張した時に服とか入れたりできそうですね。ここにピュッて服入れて、1泊2日分ぐらいやったら T シャツ、パンツ、おパンティ、肌着みたいな感じで入れていって、ここメインやと思ったけども、ここは基本的にパソコン入れるだけかってことは、ごちゃごちゃしても入れるって言ったらここになってくるのかなっていう感じでしょうね。おそらくここに入れると遊ぶからっていうのが収納になってて、次背面見ていきましょう。背面、あ、アークテリクスのこのガリガリちゃんがいてるんだね。ガリガリちゃんがいてて、あ、クッションがあると、多少のクッションやけどね。ほんでこれはここにもなんか入れれんねや、背面とこ背負った状態で、ここのジップヒュッてやって、ヒュッて下げて、ここにもヒュッて入れるよと。どっちかいうとここがスマホなんかな。まあ、保護も入ってるしね、ケースのね。ほんでここ、あれ、なんかちょっとこの紐がチープですね、なんかちょっと安いな感じやな。他の僕アークテリクスのリュックいっぱい何個か持ってるんですけど、ちょっと比べるとこれはちょっとなんかナヨっぽいというか貧弱なイメージですね。はい、ということでね、見てみたんですけど、一回ねこうやって背負ってみますわ。で、背負ってみたらどんな感じなんかっていうのが分かると思うんですけども、こんな感じですね。背負った見た目がどうなってるのか全然僕は見えてないんですけども、まあ綺麗めですよね。結構シュッとしてるから、こうリュックサックっていういかにも子供が遠足に行きますせみたいな感じじゃなくて、あ、大人が綺麗めなリュック背負って
ってはるなっていうような感じだと思うんですけど、まあ、背負い心地も、まあ、そんなに悪くはないか、なんか重心がえらい上の方にある感じですね。ただこの紐が何やろな、クッション性がそんなないねんな。まあ、多分ね今映像で見てもらってると思うんですけど、このブレードのね紐の厚みと、次マンティスのあの紐の厚みで、次にアローのこの紐の厚み比べてもらったらね結構違うかなみたいな。ただこのまあブレード20のやつでも薄いんですけど、まあ、ちゃんとクッション性は入ってはいてるんですよ。入ってはいてるけど、他のやつに比べるとその厚みはあんまりないよねと。だこれは綺麗に見せるためにあえてなくしてんのかちょっとどうかわからないんですけども、まあ、ここだけねゴツ買っても変やなと思うので、まあ、おそらくそういう理由やとは思うんですが、結構リュックでねこの肩紐大事にされてる方結構多いじゃないですか。ここのクッション性とかをめっちゃ大事にしてるんですみたいな人多いから、まあ、そういう人からしたらちょっと物足りひんかなと思うような感じですね。僕もどっちかというとそれ結構大事にするんで。このポケットのとこってどうやってアクセスするのかな。あ、なるほど。これね右利きの人やったら多分リュックってねこう片方取るときってこうやるじゃないですか。でその時でよかったらアクセスしやすいけど、左利きの人やったらねポケットが全部逆になってるんですよ。だこうやってこっち外していったら何もポケットないんですよね、こっちは。だからこう右利き人のように作られてるんで、こっちピュッてやってでここから取り出すみたいな感じですね。まあ、ちなみに僕はですね日本で 10% しかいてないと言われる一応左利きなんですね。だから僕からしたら逆仕様にはなってるんですけども、まあ、大多数 80% 以上の方が右利きやろうということで、まあ、おそらく右で作られてるとは思うんですけど、まあ、もうちょっと詳細に言っておくとですね、僕は幼稚園の時にわざと右利きに矯正をして右で字を書くようにしてるんですが、それ以外のことっていうのは大体最初左でやるんですね。だからハサミとかも左やし、あと歯磨くのとかも全部左なんですけど、たまに動画とかでなんで左でやってるんですかって言われることがあったんで、ここで初めてお伝えしようと思います。理由は左利きだからです。で一番困るのはこれ、おじさんってね肩周りの肩甲骨の骨のとこのね筋も固なってるから、こんなとこ手届かないんですよね。例えばこう背負うじゃないですか。でここのとこにアクセスしようと思ったらね、もう多分肩つるんちゃいます。こんな地獄みたいなねことできひんからね。若い人はこれピュッてやってピュッて取れるやろけどね、おっさんの肩周り舐めたらあかんよと。こんなもんガチゴチなってるから、こんなことしたらもう拷問してるのもんやからね、多分ここはあんま使われへんのちゃうかなと思いますわ、若い子以外。まあもちろん僕もおっさんやからね、これ多分使わんと思いますよ、背負いながら。こうやって外してやったらこうやって使えるけど、というような感じになってますね。でね、このブレード20っていうのが実は20リットルっていう意味やから20なんですね。ああなるほどねと。で他にもブレードって何個か種類あって、ブレードこれ20じゃないですか。もう一個大きい28っていうのがあるんですよ。だから28はもう8リットル追加で多いから、もうちょっと荷物入れたいなと。20リットルって結構一般的な大きさなんですけど、さっき見てもらった通り容量の結構仕分けされてるから大きいもんって入らへんじゃないですか。やったらもうちょっと大きいのがいいんやったら28の方がいいやろし、まあこれでええんやったら20でもいいやろし、さらにもっとちっちゃなのもあるんですよ。ブレード6っていうのあるんですね。そんなちっちゃいのどないすんねんと思うんですけど、それ持ってる女子がまた可愛いんですよね。ブレード6ってこじんまりしたやつを背中でピョンって背負ってる女子のちっちゃい体にブレード6がポンってあるのを見たらですね、後ろからちょっと抱きつきたくなるなと思うけど、あこれはここは今日本やから絶対こんなことしたらあかんなと、これなっちゃうこれもんですやんっていうことで、まあ僕はしないんですけど、ブレード6っていうちょっとちっちゃいのもあったり、あともう一個ちっちゃいブレード4っていうのもあるらしいんですけど、ブレードに関してはちょっと名前がちっちゃかに違うんですよ、4に関してはね。だけどまあそんなんがあったりするので、まあ、ご自身の使う用途によって大きさを変えていったらいいと思うんですけど、まあ、一般的に多いっていうのがこのブレード20ということになってますので、今回こちらをご紹介したということになってます。では今見てみてデメリットとは言いながら、ちょっとここ微妙ちゃいますっていうのが、おそらくねこれの購入を考えてはる方って、まあ、仕事で使うとか、まあ、普段スーツであったり結構なんですか綺麗めな格好されてる方が多いと思うんで、そういう方って、まあ、僕の勝手なイメージだけど結構 IT 系というか、まあ、パソコンは多分触りはると思うんですよ。ってなった時にこう PC 入れたりとか、まあ、タブレット入れたりするじゃないですか。でそれで毎日過ごしてはると思うし、大体ビジネスバッグって日によって気分変えようって男子ないでしょ。女子は日によってこれカバンなんだみたいな、今日はスカートなんだからこのカバンで行くんだみたいな感じでこう日によって変えてはるけども、男子なんかリュックは大体毎日一緒なんですよ。使うカバンって毎日一緒やけども、怖いのがパソコンとかねタブレットとか大事なもん入れてるけど、雨に関してはこれ多分やられるんですよね。だからいちいち雨の日とかやったら違うやつに入れ替えやなかってなってきたら、なんかせっかくビジネスバッグでこれ毎日使いたいのに雨の日あかんのかってなったら、まあ雨用のねカバー買うっていうのも一つの手なんですけど、まあ、そういうのって結構めんどくさいと思われる方もいらっしゃると思うので、まあそれやったら防水系のカバンの方がやっぱ強いんかなとも思ったりするんですけど、まあその辺も人によりますよね。まあそらもう駅のタワマンに住んでますよと、僕はと駅まで直結してるから濡れることなく行って、ほんで電車も全然濡れへんし、職場も駅直結の高層ビルに働いてるんですっていう方やったら全然濡れ
濡れる心配ないかもしれないんですけど、大体の方ってこう濡れる心配があると思うので、そう考えてきたら結構雨対策はしやなあかんかなというふうには思うんですね。その次っていうのが20リットルの割には容量ちょっと入らんかなというふうに思っておりまして、リュックってね大きく2つあると思うんですよね。っていうのも、1つっていうのがもうガバッと入れるタイプだから、もう子供のリュックタイプっていうんですかね、もう弁当でも何でも形どんなもんでも入りますっていうタイプと、こういった感じで仕切られてるタイプがあるので、同じ20リットルでもドカッと入れる方は結構荷物入れる。ただその代わり下にどんどん荷物が溜まっていく状態だから、いっぱい入れていったら下にもう荷物が溜まるから上がスカスカみたいな感じになってくると思うんですけど、こうやって仕切られてるのってそういうことは起きないんですけど、その分同じ20リットルでも入れる量はちょっと少なめかなというふうに思うので、その辺はねちょっとどうなんかなというふうに思います。だからもう一個ほんまに量を入れたんやったらやっぱ28まで上げた方がいいんかなとは思うんですけど、そんなところと。で、これはリュック、このリュックだけじゃないですけど、結構大体のリュックってこう自立しないんですよね。だから床とかに置いたりしたらペコンって寝るんですよ。ほんでいい塩梅で置いたとしても、なんかの拍子にまたズコンってこけるんですよね。だから自立するリュックってなかなかないと思うんですけど、自立せえへん場合はですね、僕はそこ考えるのもめんどくさいんで、もう大体このクリッパでやり過ごすんですね。これ今もかけてますけど、こういったところにももちろんかけれるっていうのそうやし、僕はねこうやって普段使ってるリュックにもこれを使ってるんですよ。これはね今動画用にこっちでかけてますけど、普段使ってるリュックでこれは使ってるんですけど、普段こうやってここの撮影部屋来た時とかはリュック取って机にパチンってかけて、でそのままほったらかしてても落ちることないですし、それがねやったらこれカフェとか、要はテーブルのあるところやったらどこでもかけれるし、こういった棒状のものじゃなくてもどこでもかけれるんですよ。だこのクリッパーはめちゃくちゃいいですよというふうに僕はいつもお勧めしてるんですけど、このクリッパー2ってね、下の動画説明欄に貼ってますけど、僕はこの黒のね、ツヤありの方をやってるんですよね。だいたいリュックって黒やから、黒黒で統一したかっこいいかなと思って、黒のちょっと高級感出るんちゃうかなっていうことでツヤありにしてるんですけど、その話はちょっと一回脱線したんで、いいとして、クリッパー2はおすすめですよということで、次はおすすめの人に行きたいなと思います。じゃあおすすめの人はどんな人なのというとですね、やっぱ肩崩れしたくないとか、結構大事なもん入れ張る方とかやったら、こう外側がしっかり守られてるじゃないですか。でこの背面の方も守られてるから、やっぱ荷物が壊れにくいと思うんですよね。一般的なリュックってやっぱりこうすぐ形がねくしゃくしゃになったりとかするから、誰かにこうぶつかられたりとかした時とかって、特に電車とか満員電車とかやったらね、すぐペシャンって潰れたりとか、隣のおっさんが急ブレーキでおっとっとっととかやってぶつかってきたりしたらですね、中のおにぎりがペチャンコになってることってなきにしもあらずだけど、これやったら安心してくださいと。このふかふかの守られてるから、こうおっさんが来てもビヨーンって跳ね返すんだよと。ただその全体重おっさんがね80キロ90キロで来られたらもうアウトですよ。もうそれはもうこれもんですけどね、大体のポーンって当たったぐらいやったら壊れないんですよね。なんかそういったしっかり荷物を守りたい方なんかには、こんだけちゃんと守られてるのはいいんかなというふうに思いますし、それがやってやっぱさっき言ったみたいに、こう綺麗めな格好するときにファッション性としても合いやすいじゃないですか。アークテリクスがビジネスマンに向けても作ったってもう明言してるから、それは合いやすいですよねということになってますし、もともとがアウトドアブランドが作ってるのに、このアウトドアブランドっぽくない感じっていうのもいいとは思うんですけど、見た目がねスタイリッシュっていうだけじゃなくて、ちゃんとアウトドア性があるというか、もう機能性、こうやって頑丈に守られてたりだとか、細かいポケットがあったりだとかっていうところになってるんかなというふうに思います。はい、ということでね、以上がこれがアークテリクスのブレード20の、紹介ということになってるんですけども、続いては、最後は特典パートに行きたいなと思います。はい、ということで最後はね、これ特典パートになってるので、聞きたい方だけ聞いてもらったらいいと思うんですけど、僕はね正直このリュックに関しては星 2.8 ぐらいかなということで、普通よりはいいけど、そんなめちゃくちゃいいかって言われたらわからんっていうのも、なんでかっていうと、こうやって小分けのね場所いっぱいあったじゃないですか。で小分けはめっちゃありがたい。ちょっとしたもん入れる、鍵入れたりとかね、ペン入れたりとか書類入れたりするの、小分けはありがたいんやけど、小分けばっかりもいらないんですよね。小分けが1個あって大きいのも欲しいんですよ。ってなった時に、大きいのとかやったら形関係なくね、2リットルの水入れたりとかもできるし、それぐらいになったらもちろん細いもん PC とかだけ入れるみたいなことも、使い方ってね、その日によって変えれるじゃないですか。だからちっちゃい小分けと大きいのがドカンとある。リュックでいうところ、アークテイクスで言うなら、僕はマンティス26の方が全然上やと思うので、あれやったらもう星 4.2 ぐらいあるかなって僕は個人的に思ってるんですけど、そういうのに比べるとちょっとどうなんかなみたいなね、少し小分けが多すぎるというか、リュックというか、ボディバッグの延長線上みたいな、細かいものをいっぱい入れていくような感じの人にはめっちゃいいと思うんですけど、どうしてもリュックって僕聞いちゃうと大きいものをガンと入れるっていうのがあるので、もちろん小分けも欲しいんですけど、大きいものはちょっと入りづらいんちゃうかなというところになっておりますね。で、こちらもね、またレンタルに出してると思いますので、気になる方はレンタルしてみてください。ということで本日はですね、アークテリクスのブレード20を紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。